本の立ち食いそばを食べたイギリス人女性によるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回はキツネそばってキツネの肉入りなの？日本の立ち食いそばを食べたイギリス人女性の反応は？の話題です。海外、日本のファストフードは最高だな。電車を待つ間や早く食事を済ませたい時などに便利な元祖ファストフードといえる立ち食いそば。全国展開しているチェーン店もあればエリア限定のお店まで様々です。今回ご紹介するのはそんな立ち食いそばを初めて食べたというイギリス人女性によるエピソードです。今まで立ち食いをしたことがないという彼女ですが、日本の立ち食いそばを食べてどう感じたのでしょうか。早速見ていきましょう。仕事の関係で日本に3週間滞在した。その時に食べた立ち食いそばについて紹介しようと思う。初めて日本に行ったのは3年前のこと。その時も仕事だったけれど5日間しかいなかったわ。5日間って思った以上に短いの。日本の食べ物は美味しいって聞いていたからいろいろ試したかったのに。でも今回は3週間の滞在だから仕事の合間に気になる料理を試そうと思っていた。日本はどこに行っても整然としている。だけど朝に乗る電車は恐ろしく混雑している。電車がホームに入るとみんな足早に目的地へ向かう。そんなに時間がないのかしら。誰もが忙しそう。夕方以降になると空いてくる。座っているサラリーマンはほとんどが寝ていた。日本人は働きすぎだと思うわ。カレンダーを見ると祝日や連休はあるけど長期の休暇を取っている人っているのかしら。ある時駅のホームにあるお店でスーツ姿の男性たちが立ったまま食事をしているのが見えた。立ったまま食べるなんてどれだけ忙しいのかしら。食事くらい座って落ち着いて食べてほしいわ。パブで飲む時は立ったままだけどあの雰囲気でもないし、やっぱり食事は座ってくつろぎながら楽しみたい。しかもそのお店では食べたらすぐ外に出てくる。確かにお店は小さめだし、くつろぐんじゃなくて食べるだけのお店なのね。習慣の違いには驚かされる。例えば飲み会というものがある。滞在中に一度だけ参加した。仕事帰りに数人で食事とアルコールを楽しめるお店に行ったの。もちろんそのお店はテーブル席があって座れるスタイル。オーダーの方法が面白い。一人ずつ好きなものをオーダーすることができる。誰かが全員分のオーダーをまとめてするのではない。アルコールのおかわりだってそう。グラスが空いたら好きな時にオーダーしていた。面白い。イギリスでは大人数で飲む場合は一人がグループの全員分のドリンクを買って、飲み終わったら別の人が全員分のドリンクを買いに行くのが一般的。そして注文した人がお金を払う。日本では最後のお会計の時に人数分で割って支払うのよ。同僚に聞いたら日本では一般的なんですって。割り勘というらしい。それに日本人は酔っ払いすぎる。見ていてハラハラした。仕事が忙しすぎるからかしら。飲み会の時はまるで別人のようになった人もいた。飲みながら仕事の話をするのも驚きよ。食事メニューは見ているだけでも楽しい。写真と金額が書いてあってどんな料理なのかわかる。ウィークエンドの飲み会では同僚の女性も結構酔っ払っていた。ちゃんと帰れるのかしら。治安がいいとはいえ心配になってしまう。翌週にはすっきりした顔で出社してきた彼女。その日は彼女と一緒に取引先へ行った。お昼前に終わるはずが話が長引いてしまったの。ビジネス以外の話で盛り上がってしまってお腹が空いたなと思ったらランチタイムをとっくに過ぎていたわ。取引先からの帰りにランチをして会社に戻るはずだったのに、午後からは会議があるから遅れるわけにはいかない。実は彼女のおすすめのレストランに行ってランチをする予定だったの。仕事中に電車で移動することなんてあまりなかったからこの機会に行こうとしていたのよ。残念。おすすめのレストランは諦めよう。でもお腹は空いた。すると彼女は立ち食いそばでもいい？と聞いてきたの。え？立ち食いそば？あの立ったまま食べるあれのこと？いつ見ても男性のお客ばかりだし入りにくいわ。それに立ったまま食べるなんて
あまり上品とは思えない。コンビニで何か買って会社で食べるのはダメかしら。私がそう言うと、コンビニの食べ物は今じゃなくたって一人の時でも買えるでしょと言って、駅のホームにある立ち食いそばのお店へ向かった。大丈夫よ、私一人でもよく利用しているのよ。もうすぐイギリスに帰っちゃうんだし、経験してみるといいわよと言った。お腹は空いているし、確かにいい匂いがする。美味しそうな匂い。ランチタイムを過ぎているせいか、外から覗くとお店は空いていた。お店に入るとチケットの販売機があった。なるほど、ここでまずチケットを買うのね。これならすぐにオーダーできる。食事をしてすぐに外に出てくるのは、このシステムで時間短縮しているからかも。販売機に書かれたメニュー、ひらがなのものはなんとか読めた。かけそば、かけうどん、とろろ、きつね？え？きつねそば？きつねうどんもある。きつねそばって、きつねの肉入り？日本人はきつねの肉を食べるの？きつね狩りするの？キツネはイギリスにもいるけど、食用にするって話は聞いたことがない。私が驚いてそんなことを続けて聞くと、彼女は笑って教えてくれた。違う違う、キツネっていうのはね、油揚げのことよ。キツネの肉じゃないわよ、安心して。え、油揚げ？それは何なの？まあでもキツネの肉じゃないのね。じゃあキツネそばにしようか。二人でキツネそばのチケットを買った。チケットを買ってスタッフに渡す。するとすぐに目の前にキツネそばが置かれた。ものすごく早い。いい匂い。美味しそう。この上に乗っているのが油揚げで、これをキツネって言うのよ。でも時間がないから今は早く食べちゃいましょう。彼女に言われて時間がないことを思い出した。暑くて早く食べるのは難しかったけど。うわぁ、美味しい。そばってラーメンとは違うのね。これは初めて食べたわ。キツネ？これも美味しい。ちょっと甘みがあってふわふわしている。スープも美味しいわ。熱いヌードルをこんなに急いで食べるのは初めてだわ。でもおかげで会議には間に合った。今まで外から見るだけだったけど、こういうファストフードもいいかも。初めて食べた立ち食いそばの中で私が選んだのはキツネそばというメニュー。インパクトのある名前だからすぐ覚えた。キツネは油揚げのこと。でもどうしてキツネ？同僚に聞いたりネットで調べたりしたら次のことが分かったわ。昔日本では大事な農作物を食べてしまうネズミに悩まされていたけど、キツネがネズミを食べてくれた。日本の宗教はいまいち分かりにくいけど、神社という神様を祀るところにはキツネのオブジェがあるらしい。ネズミを取ってくれるキツネに対する感謝の気持ちだとか。そして狐にはお礼としてネズミをあげたものをお供えしていた。衝撃。でもやがてネズミではなく豆腐をあげたものをお供えするようになる。それが油揚げ。だから油揚げのことを狐と呼ぶのだそうだ。狐は商売繁盛に関係するからとか、他にもいろいろな説があったけど、これが一番わかりやすい。そして狐の肉を食用にすることはないみたい。立ち食いそばは日本ではかなり昔からある食べ物であることも分かった。日本人は昔から忙しかったってこと？きつねそばに乗っている油揚げは醤油や砂糖で甘く煮つけたもの。スープが染み込んでいるから出来たては熱すぎる。美味しいんだけど火傷に気をつけないといけない。立ち食いじゃないそばも食べてみたわ。天ぷらが乗っている天ぷらそば。これは天ぷらだけ食べた方が好きかも。そばとスープが別になっているザルそば。熱くないそばも美味しかった。時間があるときはそば屋さん、座って落ち着いてそばを味わう。でも時間がないときに急いで食べるなら立ち食いそばもありね。だって美味しいもの。帰国前にもう一度立ち食いそばのお店に入った。今度は時間があったからチケットの販売機をじっくり眺めた。かけそば、かけうどん、そうそう、うどんも美味しいのよ。白くて太めのヌードルでもちもちしている。月見そば、これはそばの上に生卵が乗っている。日本ならではの食べ物かも。だって卵を生で食べるのよ。イギリスでは必ず火を通す。気になったのはタヌキというメニュー。後から同僚に聞いたところ、天ぷらの衣だけをタヌキというらしい。天かす？だからタヌキそばというと
天ぷらの衣の小さなかけらがたくさん入っている。タヌキっていうのも動物の名前だけど、これもタヌキの肉入りっていうわけじゃない。それにしてもどれも安い。早く済ませられて安い。しかも美味しい。これは素晴らしいシステムかも。きつねそばの次に美味しかったのはタヌキうどんよ。ただこの食べ物の名前はエリアによって違うらしい。東京ではきつねそばというと上に油揚げが乗っているそばのことを言う。ところが大阪ではきつねというとそばではなくうどんを指すらしい。で、タヌキはそばのこと。混乱する。どうやってオーダーするのかしら。つまりタヌキうどんはあまり見かけないらしい。本当かしら。大阪に行く機会はなかったからわからないけど、ものすごく気になるわ。日本から帰る時になって同僚がお土産をくれた。大きいけど軽いから持って帰れると思うわ。そう言って渡してくれたのはカップ麺だった。緑のタヌキと赤いキツネ、どん兵衛キツネそば、どん兵衛キツネうどん。わあ、イギリスに帰っても日本のそばやうどんを味わえるのね。日本のヌードルというとラーメンしか知らなかったけど、こんなにいろいろあるなんて。きっとまた仕事で日本に行く機会があるはず。まだまだ私の知らない日本の美味しいものを食べたい。日本に行くのがますます楽しみになったわ。以上がエピソードの概要です。そんな日本の立ち食いそばは SNS や YouTube などでも数多く紹介されており、海外スレッドなどにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。立ち食いそばはうまい。お店は狭くて頭をぶつけそうだけど一度行くべきだ。自分はずっとラーメンのファンだったんだけど、そばも素晴らしいね。ヌードルうまくすすれた？私はすすれない。もう少し練習が必要ね。めっちゃ美味しそうじゃん。日本のファストフードは最高だな。日本の麺料理って最高だよね。私は麺料理が本当に大好きなんだ。だから日本を訪問するとまるで天国にいるような気分になるんだよ。店の前に食券の自動販売機があって、お店に入ったらすぐ目の前に店員さんとか、すごいね。立って食べるのも悪くはなさそうだ。行ってみたいよ。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したイギリス人女性は、日本で初めて立ち食いを経験したようです。立ち食いそばは急いで食べたい時には便利ですが、外国人さんの多くはうまくすすれない人も多く、またゆっくり時間をかけて食事を楽しむのが一般的なようなので、初めは驚く人が多いようです。でも投稿者さんのようにその魅力に気づいてもらえると、なんだかとっても嬉しいですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。